おはようございます、橋本浩一でございます、今回のですね、研究座小池スタイルなんですが、前私が担当して一番最初ですか、船で、やったことがあるんですけど、三名湖に、やってきました。三名湖がですね、今ご覧の通り、かなり減衰してるんですよね。だいたい4メーター50から6メーター近く減衰してるということ で今日撮影日がですね、土曜日ということでかなり人で混んでいましてね。で当初、船の方でちょっと撮影しようと思ったんですけど、ちょっともう霊界組はなんかかなり入ってて、かなりいっぱいな状態なんで、今日は急遽桟橋の方にやってきました。でこの、まだ初週のですね、この両団子、これをですね、小池さんの方にまたレクチャーしていただきたいと思いますので、小池さん今回またよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回また初めからその竿の方からですね、まず何尺ぐらいから入っていってんでしょうか。竿は今日上後、上後、はい、強作の上後ですね。で浮きの方は、浮きはね、碧珠さんの、はい、これまだ売ってないんですけど、プロトですね、で道糸の方は、道糸は1号です、バリバスプロバージョンの1号ですね、はい、でハリスが04ですね、バリバスプロバージョンの04、はいはい、で長さは、長さは50の60ぐらいですかね、50の65ぐらい、15センチ段差ぐらいですかね、はい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 。小池さん、これ例えば今、こんだけの減衰してますよね、ええ、と通常その、攻めるということに関してはその深い棚とかいろいろあるじゃないですか。今の上後、それから例えば短い竿が浅い棚とかっていろいろ攻め方なんですけど、今回その上後の提灯で入ってったっていう理由っていうのはどういうことなんでしょうか。いや、なんかちょっとこう池が酸欠気味で、はい、あんまり長い竿が良くないって聞いたんでね。サーチするためにもじゃあ上後から入ってた。そうですね、なるほどね。今当たってました。いや、今食い止めですよね。食い止めだけはね、もう本当にね、釣ってる人じゃないと分かりづらいですよね。分かんないですね。今でも餌打ちよりか2節ぐらい止まってましたからね。でもね、今日桟橋の方もね、結構もう本当に満員御礼 で、ね、かなり混んでる状態なんですよね。で、タックルの説明の中でね、ハリーの話なんですけど、今回グランバリですよね。そうですね。グランの何号使ってますか。4ですね。ちっちゃいですね。グランの4ですか。これ止められるところがまた小池さんですね。いい当たりですね、今のは。そこがやっぱ普通の人と違うところですね。もうあの後ああいうふうに当たりが出るってのは予測してたんですか。その前食い止め取ったじゃないですか、それで2発連続食い止め取って空振りなんかすると、やっぱり上で餌切るからね、どうしても。なるほどね。今日は後ほどまた餌の詳しい話はですね、ちょっと聞かせていただくんですが、とりあえず今高騰でどんな感じの餌から入ってってるんですかね。今年はね、まずどこ行ってもそうなんですけど、あんまりボソッケの強い餌はダメですよね。特に管理釣り場なんかはもう、まるで皆無ですもんね。もうちょっとでもボソッケ、日曜日なんか混んでる時でもダメですからね。今日なんか混んでますし、混んでますよね。混んでてもやっぱりボソッケ良くない。そうね、良くないですね。そう、かなり粘系ってことなんですか。ちょっとボソッケのやつやったんですけど、もうすごいですよね。上で叩かれちゃって。叩かれちゃってね。入れパクですね。今の完全に上げてますよね。そうですね。ノズリは結構やっぱり食い上げとか出ますね。食い上げとかね、逆にそれ取ってって でもそれ取っていかないと、していかないとね。で、桟橋の部屋はそんなでかいわけじゃないですから、船と違ってね、やっぱりその口数が多い分だけ、食い上げとかはどうしても多くないですよね。なるほどね。でもやっぱり
その受けられるような餌じゃないとダメなんですよね。あ、受けられるような餌じゃないとね、うん。餌の大きさ的にはどのくらいですか？人差し指に、うん、先ぐらいですかね。大きな餌じゃないですよね。でヘラがそんなしゃっかみとかじゃないですから、あ、今日釣れてるヘラが ね、だいたい7、8寸。はい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 。エオチメモリどの辺なんですか？エオチはあそこですね、今の赤。ああ。あれ、小口さん、今聞かなかったんですけど、今ハリス変えましたよね。今ね、ちょっと食い上げが多くなったじゃないですか、ええ、あの受けが強すぎちゃってる感じで、はいはいはい、で、まあ、ちょっとこう入れて当たり返すような、ええ、当たりが、ハリス詰めたんですね。うん、詰めたんです。何センチぐらい詰めたんですか？10センチぐらいですかね。あ、下が55ぐらいですか？そうですね。あ、上がまあ40ぐらいですよね、うん。でこれでやっぱ短くして今度あの空振りっていうかな、はい、食い頃にならないで空つになっちゃう危険性はすごいあるんですよね。大ですよね、うん、だからこれはもう10頭ぐらいでやっぱり判断して、うん、判断してね、うん、またその元に戻すとかね。じゃあそれおかしいと思ったらまた元に戻すってことですね、うんうん、釣れてないわけじゃないですから、はい、おお、ドンピシャリですね、うん、だから短くしてああいうあれ出るでしょ。あ、うん、ハリスの長さって大事ですよね。なるほどね、すごい大事ですね。しかもリャンコです。リャンコだ。あ、今なんかあんだけ受けてて飛び込んでリャンコですからね、うん、そうですね、飛び込んでリャンコだね。また同じところでつっかえが出てますね、うん、受けがから一目盛り入って軽く当たって絵落ち目盛りまで戻してね、いい感じですよね。いい感じですね、の動きとしてや、あの辺のカラツンが何発か出てくれて、逆にその対処方法をねちょっと見せてもらいたいんですよね。今結構皆さんやっぱりその非常にやっぱりカラツン、うん、カラツンと持たないっていうのがねすごくやっぱり一つ皆さん難しいことだったんですよ。今年自分がやってる餌で、ええ、まあ一番理想の餌っていうのかな、うん、あのオールマイティが2のグルダンゴ2の魔法の粉、スプーンに半分か1杯入れて、はいはい、ネバを作っといて、ね、うん、そこに何かを足すっていう、ええ、うん、だいたい管理シルバーの場合はそこにベーシックを足すの結構多いですね。ああ、なるほど。今なんかもそうだけど、さっきの長さだとあそこで突っかいすぎちゃってるよね。そうですよね、うん、今みたいに入らないで食い上げになっちゃう。なんか綺麗にね入ってくる、当たりましたもんね。下へ餌が入るんじゃなくて上に上がっちゃう感じ、今カラツンが結構出始めましたよね、はい、これ一般の人がですね、そのカラツン、まずそのどういうふうにしたらそのカラツンがこう対処できるのかなっていう部分でちょっとそれのところをちょっと教えてもらえませんでしょうか。要するにね、ええ、最近の餌ってどっちかって言ったらネバ系なんですよ。ネバ系、はいはいはい、だからネバ系の餌で持ちすぎカラツンっていうのが一番多いんですよ、ええ、はあ、ね、その持ちすぎカラツンっていうのは要するにね、ええ、あの母足系の餌っていうのはさ、はい、ある程度魚に攻撃されて食い頃になりやすいんですよ、ええ、ところがネバ系の餌っていうのは、はい、やっぱりほらあそれだけそのバラけ性が悪いわけだから、ええ、どうしてもそのカラツンの原因、はい、うん、持ちすぎてカラツンっていうパターンが結構多いですよね、はい、だからそんな時はやっぱりその
ネバ系 のそのネバが、はい、あの粘りすぎてるわけですよ。なるほど。だからその時何かこうちょっと手水打って、はい、ばらけさせてやると餌が食い頃になるっていうかな。なるほど、うん、今なんか持ちすぎてますよね、うん、ネバ系の餌っていうのはそうなんだけど、そのいかにその食い頃にさせるかっていうのが、結構難しいですよね。難しいよね、うん、だからどうしても俺はネバ系の餌の時はこんなピンポン玉みたいな餌っていうのは絶対教科書にないんですよ。ああなるほど、うん、まあ大体ね今の人差し指の頭ぐらいっていうのは大体そうですね、昨日もサッテで愛好会でちょっとぶっちぎり気味で優勝したんですけど、ね、昨日ねサッテでかなりぶっちぎりで優勝したらしい、うん、その時はもう、本当のね粘系の小餌だったんですよ、粘系の小指の先ぐらいで、発着点々と、じゃあもう当たり返しってよりどっちかっていうと一発そうですね、ハリスも34人ぐらいちょっと短くして、だからいつもの餌の大きさでやったら全然乗らないですよ、うんうん、なるほどね、うん、だからそういう餌の大きさがものすごく大事ってね、大事ってことですね、うん、餌の付け方は変えないけど餌の大きさは変化つけるということですね。そうですね、はい、なるほど。今一頭カラツン食いましたよね、ええ、でこの次の地頭これはどういう、いやいやいいですか、じゃあまたカラツンですね。例えばね、餌の大きさをちょっと大きめ、例えばまあ今日の餌の大きさってこのぐらいなんですね、はい、大体、はい、それがまあ倍までいかないですけど、今日の大きさ、これが今日の大きさ、そうですね、はい、でこれが今つけたちょっと大きさ違いますよね、違いますね、でこれで、はい、打つとおそらくカラツンですよ、はい、おそらくカラツン、うん、乗らない、餌がでかいからってことですか、食い頃にならないっていうかな、だからこれは面白いですね、ぜひ見てみたいですね。あのカラツンのなる理由っていうのはですから持ちすぎちゃってる、そうですね、はい、ね、ああそうですね、カラツンになりますね、うん、じゃあこの次の一頭ちょっと消してみてくださいよ、カラツン、それ難しい、いやプロですからやってくださいよ、ぜひ見たいんですよ、多分皆さん見てみたいと思ってるんですよね。で今のはカラツンですよね、あちっちゃいですね、これだから元に戻して、ちっちゃいちっちゃい、確かに元に戻して、餌別にじってないですよね、いじってないですよ、全く同じ餌で、全く同じですね、一発ですよ、ね、あいや今の時スリじゃないですよ、うん、すごいですよね、ほら、あ、針、あ、針が針ありますよ、ちゃんといや、でも今の、うん、すごいですよね、うん、持ってっちゃうんですよね、もう食い当たりですよね、餌の大きさでそんな違うんですかね、うん、だからまあ、ネバ系の餌でもさ、はい、例えば千代田とかでかいヘランとかあるじゃないですか、ああいう時ところはこんな小さじゃないですよね、やっぱり親指ぐらいにつけて、うん、なんかね思うんですけど寄らないんじゃないかなって気がしてくるんだ、ね、いやだからそこなんですよ、基本はネバ系なんだけど、今度普通管理釣り場だと、サラとか、ああいう本当のバラケレサって結構使わないじゃないですか、はい、でそれをまあミッドとか京バラとかってこういうボスを作ってて合体させるっていう、うん、今度は逆に持たないですね、うん、
これは持たなかったですね。相反ですよね、うん、相反というか、あ、反してますよね、うん、でもね、その持たない、持たなかったらもう一回り餌をでかくするとか、持たなかったら一回りもうちょっと大きくしたり、だから餌の大きさだって常に同じじゃないんですよ。浮き見ながらやっぱり餌の大きさを変えるっていうのは、ネバ系の餌の釣りの基本なんですよ、うん、じゃあ持たなかったらでかくしちゃうんですか。だからでかくするか、餌、あの本体自体をもうちょっと、あのなんかこうネバ系の餌を足して持たすとかって、うん、今年はね、魔法の粉異常に使いましたから俺。あ、魔法の粉ね、うん、だから去年あたりまではね、あんまり良くなかったんですね、無理やりそのネバにしちゃうっていうのは。で、基本としては今の感じはいいですよね。だからあれだけいい感じで釣れてたものを無理やりでかくなんかしてね、要するに釣らないでいると、ヘラの要するに寄ってくる密度が絶対変わっちゃうわけですよ。なるほど、ね、寄せないってもんじゃないですか。さっきは俺の小餌で入ってたのは、無理やりその唐津に出すために餌を何とかでかくしてやるでしょ、で魚は釣らない、餌はでかい、魚は寄るだから、だから余計今度餌が今度ダイレクトに攻撃されてるから持たなくなるんです。間引いてるわけじゃないしね、うん、だからもう今うんと小餌にして、さっきより小餌にして、あ、今なんかいい当たりですね。今の小餌は本当こんなもんですから。ああ、本当だ、小指の頭です ね、でリャンコです。だからヘラはいるんですよ、いるんだけど、そのでかくしたことによって餌がこうハリスが張んない状態になるから、それで今あれだけこう小さい餌にしたらリャンコで釣れてるわけでしょ、結果はもう完璧に、そういう間違いなんです。だからそのもうちょっとね、まあこれ見ていただいた方に、あのあれすんな、ネバ系の餌の時は餌の大きさだけは本当に大切だから、そうです ね、自分の小餌っていうのはどのくらいが小餌なのかとか、うんうんうん、やっぱりそういうのを覚えておかないとね、うん、今の話でいくと大体そのぐらいの大きさですと、まあ、人差し指から小指ぐらいだと、まあ、グラムの4号ぐらいが一番適してるってことですよね。そういうことなんですよ。なるほど。でこんなに例えばね、はい、このぐらいの小餌にすることもあるわけです。はい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 、はい、さっきつけたのは今リャンコできたのはこのぐらいの大きさですから、ね、ただこれじゃおそらくねヘラ寄らないですよ。ただあのその限界ね、はい、小さい餌の限界は今ぐらい、小さい餌の限界は ね、直径があんな感じということですね、うん、だから割合あの寄りすぎて餌が持たないかっていう人多いんですよね。なるほどね。ね。ほう。ところがね、はい、必要以上に小さくした時の危険性っていうのは、やっぱりヘラがね、そのいなくなる危険性もあるわけだから。だからまあこういうふうに小さめにつけて。はい、3頭ぐらい打って当たりがないようならまた元の大きさに戻すとか、そういうこともすごい大事なんですよ。一つのことばっかりやってんじゃないですかね。そうそうそうそれの浮きの状態見ながらね、またもうちょっと小餌ですよね。だから小餌だし、なんか重り飛んでますね。いや、あれは自然に動いちゃった。自然に動いちゃったねなんかそういう小技使ってんのかと思ったんです。いやいや、それ動かしちゃダメだよ。ダメですよね、はい。やってみてってやっぱり受けって大切ですね。大事ですよ。はあ。ね。これがプロの真髄なんです。だから餌の大きさがいかに大切か分かるでしょ。分かりますね。で、さっきわざと大きくつけてあれだけ浮きがなじまなくなって、でまた今度小餌にしてヘラが薄くなってくると逆に釣れる。そうですね。だから当たりがないからつってあれ以上でかくしてばらけさせたする人はもう上ずって終わりです。そうですよね。ね、
いやすごく勉強になりますね。だからまあ今の小餌でああいう感じよく釣れてるわけだから、ええ、理想は小さい方がいいってことは分かったわけですよ。そうですね。だからまた小餌にして、ええ、その当たりがなくなった時のことを、なくなった時に餌をどうやって変えるか、変えるか、大きさをね、うん、まあそれでメリハリをつけるってことですよね、うん、今日これ面白いね、内容はすごくいいです。だからただ餌が寝分けとかボソっていうだけの問題じゃないんだよな、その魚の密度、密度ね、これが大事なんですよ。もう入れっぱくですね。完全にあの一滴わざと悪くしてもらったんですけど、あの状態から出しましたね。逆に言えばほら、でかくつけたことによってヘラは寄ってたわけだから、あ、ただそのこの小餌にした時の持続力がどのくらいあるかだけですね、あとはね。まずね、ちょっとこうやおむり気味にしてください。オールマイティーが2杯、それからグルザンゴが2杯、この孫の粉の量なんですけど、やっぱりこうヘラの濃いところではだいたい、今日なんか結構当たりが多かったんで、スプーンにまあだいたい1杯近く、ネバ系の餌を打ってって当たりが少ないでもうちょっとばらけさせたいなと思うときは、スプーンに半分ぐらいしてください。それで水が一杯ですね。でこれね、この餌の作りの急所なんですけど、ここにね、こういう状態にしていいですか、水を後から足すんです。だからちょっと時間を置いて、かなりこれ柔らかいですね、こういうふうに。でこれをこのベーシックで調整してください。これはね、検量カップで測るんじゃなくて自分の好きな硬さにしてください。まあ大体、検量カップで測りますと水が 0.5 でベーシックが2ぐらいですかね。これがネバ系の餌ですね。でもう一つね、どうしてもこれ千代田とか大きい魚いるとこありますよね。これだとどうしてもヘラ寄せきれない。だからその時は強バラと中バラ、1:1で水が 0.5 です。これなんでかっていうとね、その合体させるっていうのは、このせっかくじゃあなんでこのネバ系の餌を作ったのかっていうことをよく考えてもらいたいですね。要するにね、これ作っといて浮きを見ながらちょっとずつそのネバの中にバラキを入れていくんですよ。例えばこういうふうにして、よくネバボソの餌って言いますよね。ネバボソの餌ってこうやってつくんですよ。こういうふうにネバの中にバラける餌を作っといて差し込んでいく。
もう全然これでバラクセ変わってきます。ただ今のまあ基本的にはもう根化系の餌の時代なんで、要するにこういう餌作りが今の釣りには一番合ってると思います。